ちょっと短めなんですが、23時前には終わるかな。23時前じゃない間違えた、22時前だ。天使だー、これはねフェアリーだよ。ヨダさん、おもちさん、ホルありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。これはちゃんとな短くないよねおかしいおかしい。22時にはねおしまいにしようかなと思っています。え、合ってる？あ、22時、うん、あ22時、本当で30分くらいかなと思っているんですが、30分短すぎなので。カメラさん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。今夜です。大きいかな、これ。こんなもんか明日の22時ですか。枠落ちらい、そんなにやったら配信が落ちちゃいます。ギリギリ落ちちゃいます。ギリギリじゃないか、全然余裕で落ちるやこれちっちゃいな。え、今日はですね、昨日行けなかったスターバックスにね寄って帰ってまいりました。スタバのストロベリーフラペチーノが今あるんですけど、それのおすすめカスタムをねやってきまして、想像以上に飲みやすくてちょっと困りました。あっさり飲めちゃって、うん、いくらでもしてくださって大丈夫ですよなんて心強いなんてこった何歌おうかな。シュリちゃん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、今夜です。今シュリちゃんって上手に言えなかった今日はね22時くらいまで歌って喋ります。カメラ本体は先に寝ます。シルベさんとカメラさんたちのいいね、なんとかかんとか。おやすみシルベさん。21時、早寝だ、すごい偉すぎる。私も明日はね早番なのでね、明日は早番だから早く寝ねばならぬ。そして早番ということは朝シュリちゃんの枠に行ける可能性が増える私早番の日ね、シュリちゃんの枠に行ける可能性高いんだよ。オーバーライド。はん、電波のせいで上手に言えなかったシュリちゃん聞き逃した、もう一回言い損ねてもらっていいですか難しい。早番の時ね、早番の時確率上がるよね。今夜です、皆様、今夜です、今夜です。これあれ、挨拶がよく聞こえ、あ、声が小さいな。みんな今夜のやつじゃないこれからしばらく22時まで寝ます。めちゃめちゃ偉い。今夜みんなこんにちはのやつね。今夜そのムーブリスナー側がやるのとても迷惑でもみんなあったけや誰も気にしない、誰も気にしません。いや、少ない時間なんだからさ、お歌もうちょっと何歌うか1曲目ぐらい考えたらいいのに、考えなかった。私のこのうろうろ感、何歌うかしら何にしよっかな。じゃあフクロウが聞きとうございます。ありがとう、助かる、とっても。今日のフクロウはどんな鳴き声でしょうか。夜の森に耳を澄ませてみましょう。深い森の奥
では森でのマナーがあるの。ごめん、知らない曲だ。知らせる客が来たとでした。ありがとうございました。ちょっとタヌさん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こゆです。こゆこゆ、あ、そう、いちごフラペ飲みました。私ちょうどね、さっきも言ってたんですけど、こうおすすめ、ちょっとおすすめカスタムしてきました。めっちゃ飲みやすくてびっくりした。私フラペチーノ飲み切るの本当に時間かかるんですけど、今日はもう帰り道からお家帰って晩ご飯終わるまでの間に終わったシェリちゃん、タヌさん、お芋さん、ちょっと拍手ありがとう。
ありがとうございます。今日ちょっとね、押さなかったかも頬のね、調子が良くなかった。コイン挨拶ありがとう。ホイップ、ホイップあり、ホイップあり。ブルベになりたいは言ってない店員さんを困惑させるからあの、すいません、私ブルベになりたいんですけどは言ってません。大丈夫ですリア、あ、ラインスタンプ編集機能で時間を溶かす男さん、すごいよポリシーさん。あのさ、あの開業のせいでさ、2行目がカス男さんになってるよ。名前変えよう。来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こんゆですじゃあみんなのとこでどうやって表示されてるかわかんないけど、私のコメントのとこだと2行目がカス男になっててびっくりした最初。めっちゃ美味しかった本当に、いちごのやつのいちごのね、フラペのね、なんだっけ、ホワイトモカシロップ追加のなんだっけ、ブレイクブレイクじゃない、いちごソースをブレイクするじゃなくてさ、なんかブレンドかな、ブレンド、あれブレンドだ、ブレンドブレイク壊さないで、いちごミルクをあ、いちごソースを。そう、本当にね、すごい速さで飲みやすい。ブレイブ、勇気。辛い時、辛いと言えたらいいのにな。僕たちは強がって笑うよ、虫だ。ドレイク生命を吸い取っている人もいます。決意の朝にね、実は昔にね、歌フェスに持ってったことあるんだよ私どのおけ使ったんでしょうか私は一体。歌える、ただね、低いとね、どれだっけね、ちょっと待ってね。そんなに低くないよね、決意の朝にって。いや、低かったかも。リュークさん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こんゆです。どうせならもう下手くそな夢を描いていこうよ。どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢を。気取んなくていい、カッコつけない方がお前らしいよ。 Yes。 一生懸命になればなるほど空回りしてしまう僕らの旅路は、小学生の手と足が一緒に出ちゃう行進みたい。それもまたいいんじゃない。生きてゆくことなんてさ、きっと人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ。心の奥の奥、閉じ込めてた本当の僕、生身の36と5、飾らずに The We Don't Stop。 けどまだ強がってるんだよ、まだバリアを張ってるんだよ、痛みと戦ってるんだよ。辛い時、辛いと言えたらいいのにな。ああ、僕たちは強がって笑う弱虫だ。ああ、寂しいのに平気なふりをしているのは。ああ、崩れ落ちてしまいそうな自分を守るためなのさ。僕だけじゃないはずさ、行き場のないこの気持ちを、居場所のないこの孤独を、ああ抱えているのは。人のためには無関心、そのくせ自分のことどうなると不安になって、人を嫌って、不幸なのは自分だけって思ったり、与えられないことをただ嘆いて、3歳児のようにわめいて、
愛という名のやつを座って待ってる僕はアスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いてく人たちを見て思った動かせる足があるなら向かいたい場所があるならこの足で歩いて行こうもう二度と本当の笑顔を取り戻すことできないかもしれないと思う夜もあったけど大切な人たちの温かさに支えられもう一度信じてみようかなと思いました あれ？エモさん？あれ？エモさん、リュークさん、ヨルさん来てくれてありがとう。メリーさんも来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こんゆです。あれ？辛い時辛いと言えたらいいのにな。ああ僕たちは強がって笑う弱虫だ。ああ寂しいのに平気なふりをしているのは、ああ崩れ落ちてしまいそうな自分を守るためだけど、過ちも傷跡も途方に暮れベスト書いた日も、僕が僕として生きてきた歌詞にしてね、yeah、どうせならこれからはいっそ誰よりも、思い切り下手くそな夢を描いてゆこう。言い訳を片付けて堂々と胸を張り自分という人間を歌い続けよう。ルカちゃんも来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こゆです。なるほどね、端末を変えたからエモさんが2人来たのか。リュウクさん、たくさんの褒め言葉ありがとう。みんなのいいねになんとかなんとか、どうもありがとうございました。アクアタイムズさんで決意の朝にでした。ちょっと私にはこの音域はなんか低くはない、低くはないけどちょっと苦しい音かも。聞いてる分には歌いやすい音域じゃないって感じが。お祝いクラッカーありがとう。リュックさんありがとうね。ちょっとコメントを戻りたい。アクアタイムズは正直高い、我々にはやっぱ高いよね。大志さんの声って高いんだよな。だから私でも出ないことはないんだな。俺にとっては高い、わからぬ。アクアタイムズは高いんだよね。高いね。ルカちゃんいいねありがとう。エモさんもいいねありがとう。二人のいいねになんとかなんとか。シュリちゃん、ポリシーさん、チャタ、ヨルさん、タヌさん、お芋さん、エモさん、ルカちゃん拍手ありがとう。リュックさん、お祝いクラッカーも褒め言葉もね、ありがとう。アクアタカイズムだね。アクアタカイズムの曲何が好き？小さな手のひらとか、あのあたりが好き。今日は寝落ちるにゃん。タヌさん、いいね。ありがとう、タヌさんの。ちょっと遅いね。こういう、パンチ、全治。3週間。僕のこと覚えてますか？覚えてますよ。え、リュウクさん来てくれたの昨日、あ、一昨日じゃない、一昨日だよね、多分。知ってるよ、3回目の人。ね、覚えてましたもん。そんな、すぐ忘れません？そんなあっさり忘れないよ。久しぶりだっけってくらい印象ある人を。本当に、仲良くしようぜ。手をワキワキさせつつ、手をワキワキしてる感じの声を出せたかった。あ、等身大ドラムソングって、ちょっと待って、どんなだっけ。メロディーが出てこない。等身大のラブソング。あ、これか。
これってアクアタイムズなんだね。なんか結構意外だったかも。そうなんだ。でもこれ殿方に男性に歌われたらちょっといらず女になれ幸せな女になる。カラオケでちょっと嫌かもしれない。あのちょっと嫌かも。アクアタイムズ大使に歌ってほしいかも。オラオラか、なんか嫌かも。お前って言うな本当にそう思う。うるせえ女性のものじゃねえ。あ、急に反感を買っている。等身大のラブソングが。虹とかも好き。大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫。ほらいいよね、アクアタイムズ。やっぱ今聞いて思ったけどさ、今のその等身大のラブソングもそうなんですけど、声がいいよね、大志さんって。ずるいな。100万回愛してるって言ってもらってからそれ歌ってもらっていいかなってなんかよりもって言う前にね、まずそっちをチャレンジしてみましょうと。おしゃ任せろ何の任せろ。うるせえ言えよってなる。そのままの100万回言ってくれるタイプだ。小さな手のひら。しおりとかね、懐かしい。きっと私が知らない曲いっぱいあるんだろうな、アクアタイムズ。良いな。やっぱ何もさ決めてないとさ、30分で2曲しか歌えないんだね私今びっくりしています。おしゃべりもしていますけど。エデンって曲好き。聞いたことないかも。アクアタイムズのエデン。1日1回の愛してるじゃ一生かかっても言えないんで、ことあるごとに言おう。そしてなんかだんだんあなたの愛してるって薄いよねとか言われるやつだよね。なんか本当に思って言ってるのかなとか言われるやつ。あ、マギのエンディングか。あ、エデン、それか。マギオープニングしかわかんないやって言ってたやつだ。毛布の連鎖冬のハピネスじゃないそれは毛布の連鎖わー爆散キャンプマンの歌絶対知らないだろうな。キャンプマン、それアクアタイムズ、うん、じゃない。アクアタイムズのキャンプマンの歌じゃなくて、あ、キャンプマンっていうアーティストさんの歌は知らないな。いっぱい毛布かけられそうマギは瞬く星の下でをぜひ。そうだ、そのそうだ、それそれ聞いた、それそれだ。ポルノですよ。そうポルノの話してる時に出たんだ。オープニングしか知らないってやつ。ぬくぬくだよ冬の毛布いいよね。君の心にペグダウンつって、ペグってあのなんか止めるやつ、物止めるときに使うやつですか、もしかして。レンさん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こんゆです。 Thank you for coming my broadcast. I'm really glad that you came. My name is Yuki. Please call me Yuki. Nice to meet you. アローズとか千の夜を超えたりするのも好き。そのあたり好き。アローズさん曲が出てこないんだけど、千の夜を超えてはすぐ出てくる。千の夜を超えてあなたに伝えたい、伝えなきゃならないことがある。愛されたいでも愛そうとしない、その繰り返しの中をさまようてだね。僕が見つけた答えは一つ怖くたって、傷つ…あれ低いんだ。私これ低くて出ないかも。好きな人には好きって伝えるんだのとこテント設営手伝うんっつってのあとにペグダウンが来るの、かわいいあきさんこんばんは、来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こんゆです。あきさんのいいね、なんとかかんとかね、かわいいね。そこかけてんだ。折れた淡い翼、これ何の歌詞、何のどれの歌詞だ。
どうしよう、私知ってたらどうしよう歌うまありがとう。いい曲だ。低いよね。あ、これアローンズか。やばい、それだけ見ても全然メロディーが出てこない。流れ羊ありがとう、リュークさん。何歌おうかしらね。え、最近ね、あれ聞いてるの。あの、大塚愛さんのさ、あの、ブラックジャックの歌をね、聞いてて。大好きよ。あなたと一つになれるのなら、こんな幸せはないわ。お味はいかが。のやつ。そう、牛タンがうまいやつ。ど、世代、ほんと？ゆきちゃんの配信で知らない曲いっぱい知れる、ハッピー。エマさんもなんかおもろい曲教えてくれてありがとう。キラキラ光る粒の飾りで、おしゃれ。あれ歌えるかな？なんだっけ、牛タン。牛タン何百円みたいな。牛タン塩焼き680円？サジェストに出てきた。え？ナイチャ？ナイチャではない？ナイチャ？来てくれてありがとう。こゆです。え？ニーハオ？ナイチャ？黒毛和牛上牛タンだ。黒毛和牛上塩タンだって。黒毛和牛上塩タン焼き680円らしい。あれがあるけど、塩タンだとお手頃価格だね。ヤクモさん来てくれてありがとうございます。こんばんは、ゆきちゃん。こんゆです。やおろしヤクモさんって読むんだ、すごい字だ。はじめまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。はじめまして、こんばんは。コメントありがとう。みんなも挨拶ありがとう。今あの大塚愛さんのね、あのブラックジャックのさ、主題歌をね、歌おうかなと思っていたんだけど、これあれなしな、ある？うん、これってさ、これあれ入ってるよね。今880、200円も値上げ。あー、ちょっと待ってね。やっぱダメかな、これじゃピアノ、ピアノって歌えるだろうか、私。さ、果たして。猫さん来てくれてありがとう。今夜です。値上がりなおかつ量減ってそう。カントリーマームのようにどんどん小さくなる。カントリーマームのように。うと会いたくて待ってたの、網の上に優しく寝かせて、あなたにほてらされて、私は色が変わるくらい。この高さちょっとよくわかんない。キラキラ光る粒の飾りで、おしゃれ。大好きよ、もっともっと私を愛して。大好きよ、ありがとう。こんばんは、ゆきちゃん。こんゆです。一番にして、心の中に私だけ映して、あなたにほてらされて、私はぬるん、ごめんな。ほんのり香るレモンの味で、おしゃれ。
のいいねに、なんとかなんとか歌詞に疑問持っちゃった。で黒毛和牛上塩たん焼き680円でした。いらっしゃい。安いよ安いよ。野上さん、加瀬さん来てくれてありがとうございます。こんばんゆきちゃん、こゆです。野上さんのいいね、なんとかかんとか。加瀬さんはじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。としさんもね、いいねもありがとう。としさんも、やみやみさんも、なんとかかんとか。ルイさんいいねした？ルイさんいいねしたかな。めっちゃひそひそしてるけど、ルイさんいいねしてなかった。猫さんのいいね、なんとかなんとか。ヤクモさんもいいね、ありがとう。ヤクモさんのいいね、なんとかなんとか。すいません、覚えられてなかったこの曲。ヤクモさん、ルカちゃん、シュリちゃん、ルイさん、トシさん、おいもさん、チャタ、ポリシーさん、タクシーありがとう。歌の名前すごいでしょ。ペさんも来てくれてありがとう。ペさん、こんばんゆきちゃん、こんゆです。こんゆー、エムさんも拍手ありがとう。ポリシーさんにありがとう。ポリシーさんの、あー、絶妙、微妙、絶妙なタイミングいいね。強めのこんゆ聖剣好き。2日ぐらい溝落ちが痛い。ルイさんのいいねに、もうとりあえず聖剣好き。ドクシ、晩ご飯が入りづらい、当たり前です。こんゆです、挨拶ありがとう。あと 1,2 曲歌えるかな。あと 1,2 曲ね、歌ってね終わろうと思います。私さ、大塚愛さんの曲ちゃんとフルで覚えてる曲何があるんだろうか。わあ、かせいさんありがとう。いいね、かせいさんのいいね、なんとかなんとか。やだやだやだ、もう困っちゃう。あ、さくらんぼ歌える。さくらんぼとね、プラネタリウム怪しいんだよね。ピーチも歌えるかも。あ、もう無理かも。サビしかわかんないんじゃない？掃除の曲？さくらんぼ？掃除の曲なの？さくらんぼ？あ、はい、かわいい。キュウもかわいい。いつもかわいい。ありがとう。キュウ、キュウ、キュウさん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん。こゆです。Thank you for coming my broadcast. I'm really glad that you came.My name is Yuki. Please call me Yuki. Nice to meet you. さくらんぼ。初見です。このアプリ入れて初めてのところです。初めて来てくれて、コメントまでしてくれてありがとう、かせいさん。嬉しい。お好きなお歌はありますか？お歌はお好きですか？普段ね、大塚愛さんをなかなか歌わないんですけど。あー、やだやだやだ。この愛し合う二人、幸せの空、隣同士、あなたと私、さくらんぼ。音出た。掃除してる。なんでなんでだ。手帳を開くと、もう2年経つなって、やっぱ実感するね。なんだか照れたりするね。そういや、ひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。泣き泣きの一日や、自転車の旅や、かき洗い見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣同士、あなたと
ちさくらんぼ。いや、この知ってる感じ、みんな上歌ってるでしょ、今一緒に一緒に歌おう。もらったものはそう愛を感じ、あげたものはもちろん全力の愛です。やっぱいいもんだよね、共同作業はつけ、思いがけなく歴史はさらに深いけれど、イエイ、一つでも欠けてたらとんでもなく足りない、足りない、足りない、二人の絆、笑顔咲く君と抱き合ってたい、もし遠い未来を予想するのなら愛し合う二人、いつの時さんで、さくらんぼでした。ありがとうございました。みんな一緒に歌ってくれた？音合ってんのかな、すごい適当にやっちゃったけど、時々違ったらすいません。ララ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 、わからん。弾幕みんなありがとう、かわいい弾幕もありがとう。青山さん来てくれてありがとう。こんばんゆきちゃん、こゆです。青山さんのいいね、なんとかかんとか、出たゴミはお持ち帰りちゃんと掃除して帰るの偉いな。ルカちゃん、おいもさん、シュリちゃん、チャタ、カメラさん、トシさん、ポリシーさん、エマさん、握手ありがとう。懐かしい、本当に懐かしい。ウーイエイ、ウーイエイ、ウーのとこ好き。綺麗にハマれた、やったー。わ、イブさんの曲、私命の食べ方とか好きです。ちょっと覚えときます。イブさんの曲、フルで歌える曲がないな、断片的に知ってる曲しかなくて悔しい。食べてるご飯食べてるよ。イブさん低かったり高かったり忙しいよね。そうなんだ、どっちも出るタイプの人か。イブさんは回る空うさぎみたいにハモれる音源になりそう確かにね、あのさくらんぼだったらすごい分かりやすいからいいかもしんない。ララ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 、下も覚えやすいからさ、みんなも下覚えてさ、上歌ってる人に下ハモるのも楽しいと思う。ララ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 、とても分かりやすい。愛ちゃんのね、桃の花びらって曲があってね、いつかゆきたやの声で聞きたい気持ち。え、これしゅりちゃん知ってる曲なの？え、待って、私タイトル見たことあるよ、これ。桃の花びら、ゆきたやの声で聞きたい気持ちは嬉しすぎるから撮りました覚えよう。最近いろいろ聞いてる。いいよ、ちょっとルイさんが歌ってくれるらしい下で歌うと低すぎて、上で歌うと高すぎる。うわ、
めちゃめちゃ困るタイプだ。めっちゃ困る。なんか歌い手さん、男性歌い手さん、そういうタイプの人多すぎる。ジュリさん天才。あ、やっぱこれそうなんだ。合ってた、よかった。すごいね、よく知ってるね。カシーさんフォローありがとうございます。改めまして、歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。ちょっと不安になって調べに行っちゃった。いいね、連打します。ありがとう、嬉しい。可愛い歌なのか、覚えよう。大塚愛さんの曲可愛いよね。あと私がこれまで全くほとんど踏んでこなかったあの西野カナさんとかもちょっと覚えたい。可愛い曲あるよね。これからもどうぞよろしく、どうかよろしくね。タララ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 、た笑って許してね、ずっと大切にしてね。永久不滅？永久保証か。永久保証の私だからが。西野カナさん断片的すぎる。石川、あ、ね、私それ知ってるかも。石川大阪友好条約。それなんか聞いたことあるかも。え、聞いたことある気がする。う、歌歌、大塚愛さんでしょこれ。これだこれ。ちょっと聞いて。あの可愛いよし行くぞだよね。聞いたことある。なんで聞いたことあるんだろうこれ。面白い歌だよねこれ。音程好き。なんとかイエーイ、なんとかウェイみたいな。かわいい。大塚愛さんね、声がかわいいからね、何歌っててもかわいいんだ。あ、明るさがかわいいね、あと。歌はわからない、音程は好き。でもルイさんの中で音程好き結構大きな要素じゃないですか。かわいいね、ゆきさんみたいな。いや、大塚愛さん本当に歌うまいからね、めちゃめちゃに。アーティストなんで当たり前かもしれないんだけど。あ、ね、待って、私スマイリー好き。スマイリー泣きたいところは一人でも見つけられる。笑って笑って君の笑顔が見たい。切ない時にはそっとそばにいてあげる。笑って笑って君と明日いたい。ラセキュンチーク、ありがとう、カセイさん。いいの？ありがとう。ティアラティアラありがとう。ちょっと待って、こ、頭もしかして小さめなのかな。ティアラ大きい。ありがとう、カメラさん。ありがとう。ポチタンさん来てくれてありがとう。今夜です、はじめまして。歌とおしゃべり、おでこと眉毛、天川ゆきと申します。かわいい。ありがとうね、カセイさんもカメラさんも。なんかかわいい。ティンカーベルの歌とかないのか。ちょっとスマイリー歌いたいかもしれない。スマイリー、スマイリー、他の歌詞わかるかな、あるかな。あ、浮いちゃった。頭、大きい頭にしたらいいのかな。大きい頭って、でもこの髪型でティアラかわいい、すごく。あ、でも割と何つけてもね、ポカンって浮いてるかも。じゃあこれでいいか。そうだ、サポーター取らなきゃ。サポーターありがとう。あ、すごい、一気にレベル2まで。そのコーデにティアラで、これめちゃ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 可愛いんだけど。フェアリーや、かわいい、ありがとう。
りってある？カラオケ。これ歌詞あるやつ。いつも以上にラブでいつも以上にどんと構えていつも以上に思いやる Go! みんな集まって騒いで青春してふざけ合ってこれほどにない幸せ者になるスマイル泣きたいところは一人ある説お使いさんマッソーマッソー最後そうマッソー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 確かにマッソーだわ虹だラーラーラー虹が空にかかって君の気分も晴れてネッソさんこんばんは来てくれてありがとうこんばんゆきちゃんこゆですあラブラブねかそここういう、あと、もうラスト1曲歌って終わりにしようかなと思います。弾幕たくさんありがとうございました。シュリちゃん、カメラさん、ジャタ、ルイさん、おいもさん、トシさん、エモさん、ポリシーさん、拍手ありがとう。カセイさん、虹ありがとう。喜んでいただけて、き。本当に可愛かった。ありがとう。天才です。とっても、お虹を割ってる人がいる。ハッピーデイズ聞いてみよう。かわいいね、おつかみさんの曲って。もうラストか。やだ。かわいい。なんだみんなかわいいな。どうしたん？その涙、拭ってやろうか。この耳の上の毛で。ゆきたやで聞きたい曲ありすぎ問題、嬉しい。
それ本当に嬉しい。えー、ん。なんか嘘泣きみたいな人がいます。先生、男子が嘘泣きしてます。耳の上の毛で耳の上濡れるよ。確かに。りょうさん来てくれてありがとう。こんゆです。その羽でお願いします。あ、これ触れないんですよ。実は触れないの、これだからね、布として使えないんだよね。銀色飛行船ってタイトルめっちゃ聞いたことある。え、なんか歌ってほしいですって言われるの本当に嬉しい。ありがとうございます。歌います。私任せてください。承知いたしました。りょうさんいいね、ありがとう。りょうさんのいいね、なんとかかんとか。あー、ダメやった。そこは触れないんだよ、この毛。毛じゃない、羽。羽のこと毛って言わないで。最後、もう58分。あ毛じゃなかった、どう考えても触れない毛になっちゃった。45秒する？じゃあ45秒しますか、今日は最後に。うん、皆さんお手手の準備をよろしくお願いしてもよろしいでしょうか。45秒間だけ天川祐希にくださいませ。45秒だけ。今からですね、私が45秒という曲を歌う45秒間全力でいいねを押してください。よろしくお願いいたします。そのもう何回押せたかなみたいなだけなんですけど。どのぐらい押せるのかチャレンジしていてください、ぜひ。よいしょ。えのさんも来てくれてありがとう。今夜です。というわけでね、あ、ちょっといいね、ありがとう。えのさんもいいね、ありがとう。遅いねの人のためにとりあえずパンチを先にしておいて。遅いねにパンチ全知。みんな6ヶ月。京介さん来てくれてありがとう。今夜です。京介さんのいいね、なんとかかんとか。一回ね、ちょっといいねをストップしていただいてもよろしいでしょうか。今から私が45秒で何ができるっていう曲を歌ってる間の45秒間全力でいいねを押し続けてください。画面タップよろしくお願いいたします。じゃあ5852からスタートしますよ。いきますよ、曲が始まったらスタートですからね。いきまーす。45秒で何ができる、45秒で何ができる、君のことを考えること、45秒で何ができる、カップラーメンは作れません、45秒で何ができる、君に好きですと伝えること、45秒で何ができる、サンスドリルは終わりません、45秒で何ができる、こと。ストップ。えい。イフさんフォローありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。というわけでね、いかがでしたでしょう。ネソさん、おしゅりちゃんもいいね、ありがとう。二人の遅いねに、こういうパンチも。ネソさんはそんなに遅くなかった。ネソさん全治2日と4時間。シュリちゃん全治9ヶ月。8582-110116。連打したら落ちました。指一本犠牲にしました。ひーくん来てくれてありがとう。こんばん、ゆきちゃん。こゆです。あ、2時3時、すごい。2434。今日の記録は2434です。取っとこう。日本指だと反応悪いぞ、このパッド。あ、椅子が今日めっちゃなっちゃう。今ね、最後の45秒チャレンジをしていました。やっぱ2000台、2434、何人をしてくれたのかわからないけど、ちょっとこの後のね、お通夜をみんな一緒にしてくれると信じているので、お通夜の時に人数が把握できるはず、できるはず。2000、今日もいい記録です。次やった時にね、これを超えられたら嬉しいね。よし、じゃあ最後のね、遊びにもね、付き合ってくれてありがとうございました。本日もたくさんありがとうございました。うん、ひーくんが来たばっかりで、すが名残惜しですが、汚れが落ちなそうな洗剤ポリシュッサ
スーパーセルの銀、あ、そうだ、スーパーセルの曲だ、銀色飛行船。わ、ごめん。手元に置いていたペットボトルのキャップを触ってしまいました。覚えます。というわけでね、ポリッシャーをよろしく。なんかポリッシュさはちょっと傷つきそうだね、塗装とかに。では皆様、今いらっしゃる皆様、最後までね、聞いてくれてありがとうございました。今からお疲れゆきちゃんのお梅雨をするので、お梅雨って打ってくれたら嬉しいです。本日も来てくれて本当にありがとうございました。また明日もよかったら配信遊びに来てくれたら嬉しいです。というわけで、お疲れゆきちゃん、お梅雨でーす。楽しい楽しい悪夢へおいで、覚めると果てるとお先はどっち、ラララ。ポリシーさん、カセイさん、おいもさん、カメラさん、エモさん、エノさん、シュリちゃん、ルイさん、ネコさん、トシさん、チャタ、ヒーくん、おつゆありがとう。ルカちゃん、おつゆガチャチキありがとう。スピさん、おもろありがとう。よかったら枠にも遊びに来てください。神聖なおでこのチケットをして、おつゆガチャチケです。これがかわいい、いいでしょ、撮った。ありがとうみんな、またねー。